メンギスツハイレマリアムメンギスツハイレマリアムは、エチオピアの政治家、軍人。エチオピア人民民主共和国の初代大統領、エチオピア労働者党書記長、アフリカ統一機構議長を歴任。1974年から1991年に、かけて数十万の反対派を粛清し、戦争や飢餓の拡大などにより、国内から100万人の難民を出した独裁者である。 エチオピア南部のカファ州、当時。ケファ州、ケファ州とも転写されるの貧しい家庭の出身。出身部族は明らかではないが、同州南東部の黒子あるいはその近縁のコンタコを、話す少数部族の出身とする説が有力である。惚れた陸軍士官学校を注意で卒業後、アディスアベバの第4師団、アスマラの第2師団で大尉に昇進。その後ハラールの 第3師団に配属され、米英にも留学した。1974年9月のエチオピア革命によって、臨時軍事行政評議会第1副議長となる。その後に起こった、穏健派と急進派の対立構想では、当時スイスで、病気療養中だった皇太子アスファゴス戦の迎え入れを主張した、穏健派のアマンアンドム・プマック議長などと対立。 恩恵派は、インテリ層の大部分や、国民の圧倒的な支持を得ていたが、急進派は、共和制を主張し、学生や大学教授、労働組合などが支持していた。11月22日、急進派は突如として、エリトリア解放戦線討伐問題の意見不一致を、理由として、天木城,城を解任、軟禁して恩恵派の一部と銃撃戦を行い、 アジス・アベバ各所で、アマン議長、エンダル・カチュー・マコンネン元首相、アクリル・ハプテ・ォルド元首相、皇帝ハイレ・セラシエ一世の孫である、エスキンデル・デスタ海軍司令官ら61人の、恩恵派指導者、政府高官皇族らを殺害した。この虐殺実行の黒幕は、弁義室少佐であり、この後、弁義室少佐は、エチオピア国内の実権を掌握した。 1975年には、前年から、廃イ南禁していたハイレセラシーへ一世を殺害。1977年にクーデターを成功させ、自らプマック議長に就任したメンギッスは、社会主義軍事政権を発足させた。さらに、ソ連キューバなどの東側諸国の支援を得て、エチオピアの急激な社会主義化を進めたが、同じく社会主義を掲げる。 軍事政権であるソマリアのモハメドシアド・バーレとのオガデン戦争やエリトリア独立戦争、飢餓の拡大などで100万人の難民を出した。1984年、エチオピア労働者党が結成され、弁ギ室は初代党書記長に選出された。1987年9月、臨時軍事行政評議会による軍事政権から国民議会を最高機関とする。 文民統治政権に移行され、初代大統領に軍最高司令官を兼任する免疑室が就任した。国名もエチオピア人民民主共和国に解消されている。1988年にはティグレ人民解放戦線を中心とするエチオピア人民革命民主戦線が発足。国内では反政府勢力による内戦が激化していた。 1991年2月以降のイップドフの軍事構成により、5月には、ギスツ大統領はジンバブエに亡命。イップドフが、首都アディスアベバを制圧、陥落させて、ギスツ政権は崩壊した。2006年12月12日、エチオピア高等裁判所は、ジェノサイドと人道に対する罪などで、ギスツに終身刑を宣告した。 それに対しロバート・ムガベ率いるジンバブエ政府は、面技室が、ジンバブエ当局の庇護にあることを認め、さらに面技室が、ジンバブエ独立運動に対して武器及びゲリラの訓練を援助し、独立後も空軍兵士の訓練を援助したこと、そしてこの行為は、当時の周辺諸国から認められていたことを理由として、面技室のエチオピアへの引き渡しを拒否した。年月日、 エチオピア最高裁判所は、終身刑の判決を覆し、本人不在のまま、メンギスと彼の交換17人に死刑を宣告した。2017年、ムガベ政権をクーデターで打倒したエマーソンムナンガグア大統領は、メンギスをエチオピアに引き渡すことはないと述べた。2020年現在も、メンギスはジンバブエ当局の庇護下に置かれている。2018年には、 エチオピアの元首相、ハイレマリアムデサレンが、面技室とのツーショット写真をフェイスブックに投稿し、物議を醸した。その後、写真は削除されている。ありがとうございます。